はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。1クラス1回だけ使えるロマサガ2ですね。今回はノーマットの、女性が皇帝となっております。で、前回ですね、ホーリーオーダー女性の、ソフィア皇帝で、フリーファイター女性で、フリーイメージ男性を使って、あとはシティシーフの女性とデザートガードの、男性というか、デザートガードは男性しかいないか、デザートガードを使いましたというところになってます。で、使えるキャラがもうかなり限られてきて、なんだろうね、この最終工程までになんか人数的に足んない気がしてきているんですけれども、ただとりあえず次回も見据えていくと、やっぱね、剣体験要員が欲しくて、イーストガードをちょっと仲間にできる状態に今回でしたいと思います。で、まあ、アマゾネス、イーストガード、あとインペリアルガードあたりも、残ってるんで、ここら辺を次回組み込んで、やっていこうと思います。そんな感じで情報収集。武装商船団独立しました。あ、それ武装商船団まだ使ってないよね。帝国の収入は半減です。モーベルこれやっとかないとな。あと月島の地震が増えましたと、これもやっとかないとね。なんかもうあんまりイベント進めたくないじゃないんだよね。やってる余裕がない、仲間的に。でも両方とも仲間が絡んでくるイベントだから進めておかないとちょっとまずい。金、300万弱か。あ、天と地がいけるな。天に登る稲妻、敵一体とその周りにダメージを与える術、50万円。これさ、開発してると次のやつってなんか開発できるのかな。天と水はできない、天と風はいける。これはサポート系だな。天と火、あー、これはまだクリムゾンフレアはまず先だな。なんか全体攻撃ができる魔法が欲しいんだけど、火と風、熱風か。敵全員にダメージを与える、これがどれくらい火力出るかだよな。いや、でもテントじゃなくて両方使ってきたかな。火と風はちょっとやってみよう。よろしい。で、これやると、こいつは研究中、数年はお待ちください。あ、いけるな、いけそうだな。ということはもう一個開発しておこう。金が300万くらいあったから100万くらい使っても大丈夫だよね。これもなんか良さそうだよな。天に昇る稲妻、150万くらい使っちゃう。よろしいよろしいよろしい、使っちゃおう。あとこっちもじゃあやる。よし、ちょっと魔法これで次の工程の時だいぶ期待できるな。で、火山は爆発させたくないので、ちょっとサラマンダーイベントはやっておきたいです。あれ、誰に話せばいいんだ。村長か。皇帝として命じるは逃げなさい。いなくなった。サラマンダー、爆発を防ぐ方法はないのか。破壊しましょうと。そう、これね、熱が最後ダメージ食らうんだよね。コムルーハンマー、じゃあ行こう。初戦闘キマエラ。もうね、皇帝はね、いろいろ受け継いでるから、もうはっきり言ってノーマットだけどクロスクレイムは装備させた。いけるはず。そんなにね、腕力低くなかったから。で、槍はちょっと二段突きあたりでやっていくか。で、こっちもね、なんか斧の方が攻撃力高そうだから斧で行こう。で、リリーちゃんはファイアボール絶対効かないでしょ。聞いたっけ。あと問題は名術ペインとか絶対弱えよ。大木弾、よし、なかなかいいの覚えた。スカスカっちゃ意味がない。よし、1000は超えるよ。75、ちょっとファイアボールをこいつにやるのは、あ、熱風、俺これ覚えたい。ペイン130、弱すぎる。あれ、なんか回復したぞ、ルナちゃん。よくわかんないけど。
あ、リリー回復がね、アースヒール覚えさせてこよう。ちょっとすぐ戻って。頼れるべきはクロスクレイモアが。こいつ一人でいくつあるんだっけ。一体300パンク、一体死んだ。早速 LP1 を無駄にしてしまった。メイの術はレベルアップしたけど、頂上モンスターがいる。これ永久に出てくんだっけ。やるぞ。あれハンマー装備してねえけど、まあいいや。水長剣で邪魔なやつは全て排除する。これ大丈夫か、このメンバーで。足絡めやっとこう。いや、クロスクレイモアはマジで強い。火炎1人200、131、弱。ペイン効くの俺。あ、173、あれよりは強い。一応スタンさせてチャージ、192、あっつ。そういうシステム。後ろ、え、後ろこれ行くか。いや、行かないな多分。切り落としも無理か。一体ずつ排除していこう。じゃ地道に。ゲッ、疲れやがった。スカルトも終わる。いや、この攻撃も何言いたい。こんなところで全滅したくないんだけど。かく、やばいな。インペリアルガード、こいつも大したものないけど、傷口で回復させよう。よし、あとは無向け入れ。320、硬い。やっぱりこれが若干うざい。1体ずつだったらでもなんとかなるか。攻撃できるのが3人だからな。いや、もう傷口が1個しかないんだけど。岩のヒットポイント次第だよ。二人はもう捨てるか。回復が終わったら最後に溶岩が流れてくるから。水中剣行く、あ、行くね。よしよしよし、水中剣行くんだったらもう水中剣でいいよ。で、下を集中的に狙って、アースヒールはやっぱりちょっと肯定だな今のところ。こいつ一応ペインが少し通るっちゃ通るから。 OK、 200、かなりでかい。溶岩いくつから受け。まあ一人でも残ってればとりあえずなんとかなるでしょう。死にそうだな。無無剣、ここはでも集中攻撃だね。血をちょっと生かしておくという意味で300、でかい。まあ、使わせるとどうなる。果たしてさ、このダメージねどうなのっていうのあるよね。生命、次死にそうだな。インペリアルカード回復させて、アースヒール、ペイン、16、いくか。回復させるか、怪我図にはなるから。アースヒールもまだ使えるし、てか敵も出なくなったね。一旦ずつ一人回復していけば間に合うかな。出てきた。しかもちょっと工程がまずい。自分まずいんだよな。セルフバニング、やばい。一旦で蹴りをつけなければ。
あ、とりあえず回復して高級傷薬を装備させるべきだったな。戻した。溶岩生き残ってれば大丈夫。あ、まあまあ全然大丈夫だった。経験点だけはすげえ。霊の術とかめちゃくちゃ上がるからね。石舟が復活してる。これで一応サラマンダーは仲間にできるようになるでしょう。あれあ、魔導士どうにかしなきゃいけないんだっけ。あ、なんか言ってきた。なぜあんな機械を動かした。お前を仲間にするためだ。もう仲間が足んねえんだよ。とにかくそうだよ、やるしかないんだよ、この貧弱皇帝が。今そんな気持ちになった。ありがとう。火山島に住むトカゲ。まあどうし、いや、ほっとこう。大したイベントにつながんないからね。ちょっとワグナスイベントを進めましょう。で、行けるところは行けるよね。行ける。リャンシャン、チョン登場、こっち。王様に会いに行きましょう。お、石州祭がいる。皇帝が何しに来た。そうだよ、人助けのふりだよ。え、のこのこ帰るんだ。いや、うちにはそんな戦力はない。白露城のワグナスと戦っている。ワグナスと急戦なんてできんだ。ワグナスをそそのかして帝国と戦わせる。白露城へ使者を出せ。超嫌な役なんだけど。ワグナスの元へ行くんでしょう。皇帝に頭を下げろというのか。プライドが高いね。決定事項。王に愛想がつきました。一応王なんだ。帝国と戦ってただで済むはずがない。そうかな。さらばだ。で、リャンシャンに行って、ここに石州祭がいるんで、どこ、イーストガード。10名いた。帝国と立たなければならない。アトウってあんまりいい王様じゃないんでしょ。これはどこまで使えるかだよね。で、城に行けばいいんだっけ。モンスターがいる。解除していこう。あれ、俺寝てなくね。技のポイントが減ってる。ちょっと一回寝てから。あとね、ファイヤーボールだからフレームウィップを持ってこないと。ちょっと火力が弱すぎる、ファイヤーボールだけだと。400とかめっちゃ食らうんだけど。で、誰かがね、床闇のローブを落としたんで、陰陽師に装備させました。これで多分ね、命の術の威力が上がってるはず。帰ろう。アックスボンバー、普通。トマホーク、一文字付き。来たか皇帝。ワグナス様の言った通りだな。ワグナス様は後の考えなどを見通し。まあそりゃそうだよね。第一段階、ジョーカー。超弱いやつが出てきた。普通にさっき戦ったスフィンクスの方が絶対強いでしょ。まあいい、とりあえずお前には死んでもらおう。あれ、ちょっと強くない、こんな強かったっけ。ペインはね、スタンが入ると役立つけど入んなかった。雑魚だったな。石州祭、
これはどうしよう。切り落としスタンでいけるかな。青龍剣ガー強い。負けても大丈夫なんで別に。見事1000。さすがは皇帝陛下。まさかノーマッドに剣で負けるとはな。赤州祭悲しい。降伏いたします。私の罪は死罪に値しますが他の者に罪はありません。こいつなんかいきなりあれだな。まあ許してやろう。改心したようだな。ありがとうございます。許さんワグナス。名刀千鳥強そうであんまり強くないからね。十兵衛赤州祭殿の私に代わり読めねえ。トロフィーが出てて皇帝陛下にお使いせよ。買ったらいて軽いな。まあいいや、とりあえずこれ仲間にできるようになったんでこのイベントはこれで終了。武装商船団やろう。お前も大事な戦力だからな。まだ遠力に戻ってる。まず俺の話を聞いてくださいよ陛下。ギャロンってやつに商船団を乗っ取られた。七英雄スービエがバックにいる。反帝国をぶち上げた。陸路か水路かだよね。モンスターの配置も変わってるだけで別に水路は変わってないからな。ハリア半島モンスターだらけの大変な場所。陸路の方が簡単そうだよね。あれこれ今決めんだっけ。このイベントでも最初の方にやったよね。てかジジイに聞いてねえけどハリア半島行けんだけど。これでハリア半島抜けてねー。お、滑殺化石賞かな。これで本当に抜けだね。ヌオの、あれこっちにいるギャロン。後ろ取ったり、あれ待って、こんなよくわかんないやつと戦う羽目になってしまった。メイのね術レベルが上がってきてね、ペインがちょっとずつ使えるようになってきた。貴様らどこから。ギャロン普通の敵だな。これ6か。フレームウィップペイン弱い。ガチで弱えわ。その割で700も持ってる。待て早っ。あれこれイベント。しかしお私の敵ではない。水鳥の前強い。クロスクレイモア頼みだからね。不動品まあ今さらいらないけど。逃がさん。宝箱がある。詩人のファボット。バイキングアクス。アメティストの方が強いでしょどう考えても。これで勝った気でいるだよ。俺様のバックには七英雄の一人スビエ様がついてるんだ。その割にはゆっくりの出航だな。これ年代ジャンプはマジで起きないでほしい。もう1イベントこなしたいんだけど。14年後。ちょっと待ってどうしよう。アマゾネスをちょっと皇帝にしたいので、ちょっとアマゾネス皇帝粘ります。お出た、エカテリーナ。アマゾネス皇帝頼む。設定の無念を晴らすだけど。でパーティー編成をどうする。もうこの皇帝の代で七英雄倒していかないとちょっと厳しいよな。何はともあれアマゾンストライク覚えよう。だからまた残ってるキャラとしては
10米入れるでしょ、イーストガードで、インペリアルガードも入れちゃってハンター入れるか、ここでノマッドもあれだけどな、武装小戦団残ってるっちゃ残ってるのか、アマゾンストライク、インペリアルガード男、こいつもやりか、イーストガード撤収、ハンター入れっか、バイ、弱そう、もうあと軍師入れるしかなくね、単服とか何もんだ。というわけで、次回皇帝エカテリーナアマゾネスですね。でこの台で最終皇帝に引き継げなかったらもうアウトなんで、まあ一応無理っぽいけどね、エカテリーナで引き継げなかったらまた考えます。ということで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。